じゃあうるせえなお前、下げたいとこやな。お願いします。おっぱい、おはようございます。おはようございます。密着1日目です。あ、今日密着の日、何してるんですか。今ちょっとなんか家でシャワー使ったらしいから、天然のシャワー使わせてもらってる。天然ではない。ちょっとじゃあ用意して向かっていくわ。今から何されるんですか。まあ今日からね、3日間にわたっての密着、まあ、試合が最終日にあるんやけど、そう、最終日までの試合の3日間の密着、まあ、どういう風に俺が過ごしてるかっていうの、まあ、YouTube の裏側っていうのと、まあ、サッカー選手を目指してる様子、この2つを届けるには俺どうしたらいいやろって考えちゃったよね。やっぱ俺天才やん、思いついちゃったわけ。3日を1日でまとめちゃえば全部届けれるじゃん、僕の日常で。その YouTube の企画撮影してる裏側とか、その企画じゃないところでサッカーやってるわけやん。この3日間を完全密着して、その YouTube の企画撮影以外での時間とか、企画撮影の裏側とか、まあそういう部分を届けて、俺がまあサッカー選手を目指す様子をね、届けれたらなって思います。はい。今何してるんですか。今もっと露出せえや。あ、これ結構朝のルーティン、基本的に。まず可愛い子探して、こうやってまあいい感じのところでスクショして、まあ今後の YouTube の、企画に参考になるかなと思って。その胸元を投げて頑張れよ。おはようございます。学校まで送って。いいよ、会おうかお前。自分の力で行け。遅刻しそうやったん。やばいよお前、じゃあもっと急げよ。遅刻しそうなやつ走れよ。何の時間なんですか。あ、これ今ゴールパフォーマンスの練習。一番いらん気が。確かにシュートはいいシュートなんですけど、あ、もう体力限界ですか。あ、もう体力限界ですか。ゲージ出てない、真っ赤の。まだ 80% ぐらい。朝飯発見。やばいやろ。じゃあ、いつも調子乗ってるカメラマンボコボコにしたいと思います。アザールで。シャリンガン。じゃ、来ないな。来ないな。流行らん。流行らんやろ。いただき、マッスル。じゃあちょっとだけ食レポ、いつもみたいにやっていきたいなって思います。はぁ、見てこれ。これが俺の家での扱い。俺の部屋。こんなんなっちまった。荷物とか全部振られて。まあ、ここで最近俺は寝てるね。一刻も早く。大阪を出る必要があるわけ。まあ今大阪帰ってきてる理由としたら、カメラマンのちょっと身内に不幸があって、まあ不謹慎なんで誰がとか言わん、どういう関係の人とか言えないんですけど、まあそういうのがあって、まあいろいろ一旦カメラマンが大阪帰ってきたいっていう風になってて、まあ一旦大阪帰りたいっていう風に俺は言われて、いろんな考えがあったけど、まあその中でやっぱそう、仕事する上で俺ら一心同体って言ってるし、それはまあめちゃくちゃ真剣に考えた結果、一旦大阪帰ってこようって言って、まあほんまに行ったんやねんけど、で、まあ土日だけ東京行くっていう生活を俺はずっと繰り返してて、それで大阪で平日は撮影して、土日だけ俺だけ東京行くっていう生活繰り返してたんやけど、やっぱそれやったら結構中途半端になっちゃって、何事も、まあ、めちゃめちゃついたもんな、不幸なことが、うん、そう、カメラマンの、まあ、身内が倒れて、その後身内が亡くなったり、まあいろいろあって、それはチームの人とかとも話して、それはまあ迷惑かけてるっていうのは分かるから、だからこういう風に普段から大阪でも絶対トレーニングして、向こう戻ってもすぐに、なんなら東京行った時以上の力になれるように俺は頑張りたいなって思うから、3日間の密着とか、これからの大阪での
日常っていうのは密着で動画撮っていくから、それはまた皆さんもね、楽しみにしてもらえたらなって思います。これ結構ガチな真剣な話やから、うん、それで、まあ、エリスには迷惑かけてるな、正直。申し訳ない。そう、申し訳ないっていう気持ちで、まあ、エリスって、まあ、どういうチームかって言ったら関東2部で、まあ、クビっていうのがあるわけ。あ、ほんまにプロを目指してるチームやから、クビとか退団っていうのがある中でこうやって俺がやってて、でだから俺も結果を残し続けな、ほんまにいつ退団させられてもおかしくないし、そうだから俺はほんまにこの大阪帰ってきて今からやる試合とか、あの試合やらせてもらうのはもうそれで結果残されへんかったら俺は退団っていうか、もうサッカー退団でクビっていう風な気持ちでやってるから、そういう覚悟でやろうって思う。お前もな、一旦気持ち落ち着いたな、向こう戻るって言ってるから、うん、そんな感じです。じゃあちょっととりあえず一旦今から寝ようかなって思うんで、最近はあのボールと友達慣れてる気がして、このボールがペットめっちゃ気持ちいい。いつもそこで寝てはるんですか、うん、基本的にはここやな。寝た。おやすみなさい。ここどこですか。ちょっとジム、あの眠りから目覚めたんで、ちょっとジムやってきたんで、ちょっと一回着替えるわ。早速。着替え終わったんですか。見りゃ分かんだろ。うわ、無理だ。うるせえなお前。ウリタさん、今日どこのトレーニングですか。見りゃ分かんだろ、足だよ。足やったか。全部したの。ああ、そうっす。可愛いじゃない。ありがとうございます。もうやってんの。似てるかもなお前。似てガチで。俺が踏んだよ。なんでなんで。うるせえ。50と20。これで何キロ。50。お前頭いいな。どこ大だよ。まあ感覚ですね。エリートじゃん。助けろよ。助け。あげたあげたあげた。助けろよ。マジで。お前全然ダメじゃん。おい、俺に求めろ。お前ベンチ最高何キロ。最高50。エリートじゃん。しばきだな。できる。もうちょい下げたいとこやな。完璧だ。俺お前いただきますよ。せんくていい。取ってる。うん、いただきます。ちょっとじゃあ今ジムから帰ってきたんでね、ちょっとだけ寝ます。おやすみ。今おいで、おいで、おいで。ああ、はい。じゃあモコと一緒に1日目これにて終了です。じゃあこれ切れば多分2日目変わるんで、2日目も密着お願いします。うっす。めっちゃ暑かった。今日あ、みんな多分知ってると思うけど、ヒカキンと並ぶぐらいの YouTuber が来てるから、本当にお願いします。なんかちょっと待って、アホバレバレやん。
ありがとうございました。じゃあ今ね、あの反乱の練習終わって帰ってきたんで、それでは日のちんとね、撮影今からあるんで企画の方行っていきたいなって思います。いつもね、こうやって練習してるんですけどね、企画とかやってなかったらやっぱ企画でしか動画出してないやつみたいになるやん。まあまあわかるわかる、大丈夫。それでは、ラジオと撮影向かっていきたいなって思います。おっぱい首目頭頭耳毛眉毛鼻毛足毛足毛今何してるんですか今これね、あの俺が下積み時代からずっと始めてる登録者増やすこれ。まさかおい、かけんなよ。あ、行くぞ。もしもし。おかしい。それ。もしもし。21歳。おかしいな。どう。いただき。松本人志。入るかな。いや、絶対に入る。いただき。マタニティブルンブルン。とりあえず明日の試合の意気込み聞かせてください。でまあ明日はまあ結果残すな、絶対に。俺は俺なりに結果残して、も残されへんかったら対談くらいの覚悟で臨む試合やから、明日はもうその覚悟が俺は伝わってくれるかなって思うから、それを証明したいなって思います。でまあ明日の試合あるから、今日はねあのちょっと酢の物とかで体のあの疲れを取ろうかなって思う。じゃ明日試合に備えていく。明日試合へ、ゴー！おはようございます。じゃあいきなり回せ。さあ今日は試合やで、どうですか試合に向けて。試合に向けてやること、トレーニングとかちゃんとできてたから体動くんじゃないかなっていう。はい、じゃあ向かいますか。グラウンド到着しました。久しぶりの J グリーンの試合、ちょっとテンション上がるね。
全然良かったんじゃん今日の試合は。久々の試合にしては。せやな、まあまあ。せやな、けどもうちょい取りたかったなって今。シュートまで打つ場面あったから。うん。終わりまーす。ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コバの動画見ました。あ、コバのコメント見ました。え、巨大なんすか。今もっか。いやもう。よし。コバです。すごい。名前言ったら分かるっすか。いや分かりました。なんて名前なんですか。花って名前なんですか。世間狭いな。じゃあちょっと帰ってきます。ちゃん帰ろう。はい、じゃあちょっと今試合終わってね、あの神社来てここで清めてもらおうと思う。ここ有名な神社やのな。なんていうとこ。リキさん絶対知らんよ。じゃあいただきます。プランといて。試合後に登る階段の量ちゃうで。清めるばいい。めっちゃ景色良くない。めっちゃいい。いや、距離取りすぎやん。え、いや、それもっと取ってどうすんの。え、どうすんの。いやー、結果残してよかった、まあ、とりあえず。まあ、けどもっとやらなあかんっていうところは事実やけど、結果残せな、引退っていうくらいの気持ちでやってたから、ほんまに結果残してよかったっていうのと、最後晩飯食うとこで終わろうか、今日は。せやお兄さんはい、それでちょっとあなたにしたいそうやった大阪さん3日間密着は、まあ、こんな感じでドキュメンタリーみたいな感じで撮ったんやけど、まあ、理由があって、まあ、Vlog っていうのは本当は毎日通して俺はサッカー選手になるっていうところまでの日常を載せたかったんやけど、まあ、視聴者が求めてるものと 俺が出したいものと視聴者が求めてるものと違うわけ。まあ、そうなってきたら再生回数とかもなかなか難しくなる時があって、どうしようかなって考えて、やっぱ俺は YouTube でも見せたいっていう気持ちがあるから、そう考えた時にこの3日間密着したら、俺が普段サッカーやってるところの普段の日常とかっていうのが見えるやろ。3本動画にしてしまったらさ、動画3本撮られるわけだ。そう、その3本1本にまとめれることで、まあ、より質のね高い動画を届けたんじゃないかなっていうのは、これっぽいやからね、毎週1本この動画は出していけるだけ行きたいなって思うから、やっぱ日常伝えること大事だし、そこを好きって言ってくれる人がおるのも分かってるから、とりあえず今回の3日間の密着は結果残せてよかったってことで。大地くん、めっちゃいいぞこれ。この木下っていう店の店長とりあえずね、今回の3日間こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた会いましょう。チャオ。